宗茂って私も、ね、戦国武将の中では非常に好きな人物です、ね、九州柳川領主立花宗茂は筋の通らない戦いには断固抵抗した義の大名である。また家臣や領民にも慈悲深く、そのまとまりの良さと勇猛果敢な軍団で名を馳せた。関ヶ原合戦の最後、秀吉様のご恩に応えることが武士の道と西軍に味方した。石田三成の放棄を犠牲と見たからだ。立花軍団は西軍の先駆けとして大津城を攻め落とし、石田三成から貴殿こそ物の府の生まれ、西軍勝利の暁には九州全土を差し上げたいとの誓約書が届いたが、それを一筆読しただけですぐに焼き捨てた。何をなさいます。それは勝利した時の大事な証拠にございますと重臣が言った時、何をわしは領土が欲しくて戦っているのではない、それにこの戦は西軍の負けじゃ、三成の書状に何の意味があろう、土地たち家臣に苦労をかけてすまぬが、徳川の意向にひれ伏し秀吉様のご恩を忘れた大名たちにどうしても一夜報いたいのじゃ。宗茂君の前線奮闘もかなわず、天は家康に味方した。小早川秀明の裏切りや西軍に着くと約束しておきながら日和見を決めた諸大名が多くいたからである。柳川の城も鍋島直重が佐賀から攻め入り占拠された。己鍋島西軍に味方すると言いながら裏切りよってと家臣は憤慨したが、宗茂は我が戦に悔いはないと軍をまとめて九州へ帰った。立花軍の帰還とあって九州にはまた大戦かと緊張が走ったが、旧知の加藤清正から家来衆を全部連れてしばらく私の城でご休憩されてはいかがか、久しぶりに亡き太閤殿下のことやお互いの若い頃の昔話などがしたいものという斡旋があり、潔く城を明け渡すことにした。宗茂は一家を縮小し100人ほどの家来を連れて熊本城に入った。宗茂との後には田中義政が柳川領主となって入国した。田中は石田三成を捕縛した功が認められての大出世であった。質素で和の経営を重んじた宗茂時代の観光すべて廃止され、城もきらびやかに改造された。領民たちは口々に宗茂様であればと懐かしんだが、すべては時の流れと言えた。そして熊本城で清正の心温まるもてなしに一度感謝していたが、ある夜宗茂は家臣を集めた。このままでは加藤殿に必ずご迷惑がかかる、徳川が放っておくはずがなかろう、それでじゃわしは江戸に出る、徳川が作ろうとしている幕府とやらをこの目で確かめてみたいのじゃ、本当に戦のない平和な世の中ができたのかどうか、我らが命を懸けて戦ったあの関ヶ原は何であったのか、それが知りたい。だがこの人数では無理じゃ、今から申す24名はわしの友をせよ、後の者は加藤殿に仕えるがよい、また柳川に帰りたい者は帰るがよい、田中殿とてそちたちの力が必要と分かれば無下にはすまい、時代は常に動いておる、同じ場所に居続けることは難しいが、どこにいても立花の一家であったこと誇りとして生きていってくれと涙ながらに伝え、家臣らも互いに手を握り合って別れの夜を過ごした。江戸に出た立花一家はたちまち生活に窮することになる。
24人の家臣たちはそれぞれの得意を生かして給金を得た。ある者は剣術の腕で道場の大稽古役として、ある者は寺子屋で手習いの師範として、またある者は口入れ屋に頭を下げ内職を受けてきたりして一家の生活を支えた。24人が長屋を三部屋借りて雑居寝し、夏は瓦や軒下で寝る者もいた。それでも誰一人不平や不満を口にする者はいなかった。24人は心から宗茂に惚れ込んでいたのである。まさに服従ではなく神服であった。このことが将軍秀忠の耳に入った。秀忠は人を介して五千石の旗本にしようと宗茂に伝えてきた。宗茂のことは秀忠も近州や大名たちから聞いていた。宗茂を義に厚い武将とか深愛の深い武将と噂する者は多い。それを聞いて秀忠は風緑の多い今の世の中に珍しい男がいるものだと思っていた。そしてその宗茂にくっついて離れない金魚の子みたいな一家の連中にも興味を持った。秀忠は心の中で宗茂こそは将に将たる器量の人物、いずれ九州の丘陵に返してやることが領民や家臣、ひいては徳川の治世のためになると考えた。一度も会ったことのない宗茂に秀忠をそこまで引きつけたものもまた運命である。徳川の将軍が創業者の家康であればこうはならなかったし、また三代目の家光でもそうはいかない。創業から安定への狭間にあった時代ゆえの許された人間再発見の典型といえよう。五千石の旗本となった後、秀忠は宗茂を東北の棚倉に応じ1万石の大名にした。奥州棚倉など日本の僻地ではありませんか、辞退いたしましょうと家臣は息巻いた。いや僻地などと言っては棚倉の民にすまない、同じ日本の土地ではないか、行こうという宗茂の言葉に従い一家は東北棚倉に赴いた。そして棚倉でも善政を施した。重臣の一人と杯を交わしていた時、わしはこの頃つくづく人間の運命は他人が決めるものだと思うようになった。わしは養子で柳川に来た。無論わしの意思ではない。戦も自分から仕掛けたことは一度もない。関ヶ原でも豊臣御子の大名から義は当然西方にあった。今こうして東北の地にいるのもわしが決めたのではない。だがそんなことより今いる時代や場所で精一杯生きることが大切なのではないかと。どんなに才能があろうと運がなければどうにもならない。しかし運というのは決して偶然ではない。運は他人の考えが集まったものだ。他人が何を考えているのかは本人には全く予想がつかないものなんだが、宗茂の運は秀忠の心をつかんだことで大きく変わった。父家康に敵対した宗茂をいきなり元の大名に戻すわけにはいかなかったが、浪人から旗本小大名という家庭を踏んで世論は宗茂復活に手を叩いたのである。関ヶ原から20年後の1620年、宗茂は柳川に戻った。11万石を与えられた。旧臣領民は歓声を上げ涙を浮かべて走り寄ってきた。秀忠は宗茂ほどの俊才またとあろうか、正しく封せば必ずや徳川の重責となると喝破した。敗軍の将が丘陵の領主として復帰したのはもちろん宗茂ただ一人であるという立場でし、養子なんですよね。だからおんちゃんやっぱりその嫁さんが一人だよね。ああそうですね。
れね、もう本当に、まあ、伊織さんのひどさは、特にこの回は、あの老害のあれがあるから、あんまりそれは書きたくなかったから、こういうふうなものに過ぎたんだけど。じゃあ、服部。はい。どうだった？大変に動いた。同じ場所に続けることは難しいが、どこにいても立花の一家であったこと、これを誇りとして、こう、まさにこうですよ。完全にでも、これは俺の作った言葉だったよ。あれぐらい。え、そうですよ。よく俺が使ってる言葉だった。同じ場所には俺のものだ。これ、秋葉様のが言うセリフに使ったんですよ。何が言うんだよ。何が言うんだよ。